その顔色は髪のように白い。ごめん、本当にごめん。これで話は終わりじゃないんだ。はい。アンナは小さく消え入りそうな声で答える。この動画を見て、君の居場所、君の正体を突き止めようとしている奴らがいる。アンナちゃんが危ない。こんなものを他人に見せるのは嫌だとは思うけど、これから警察に行って。ケントの言葉にアンナは静かに首を振る。大丈夫です。ケントさんはどうか危ないことに首を突っ込まないで。私自分で何とかできますから。笑顔でそういうアンナは、とうとうそれ以上一つもケントに情報を話してはくれなかった。ボイズハート放送局。おなほー、月森ねねです。ボイズリはピン芸人の南川でございます。大きなお友達と作り上げていく健全な男の子を育成するトイズハート放送局、皆さんの欲望に応える番組を発信していきます。業界初の官能小説の朗読をするラジオとして皆さんにお届けしているこの番組、本日お届けしている作品は紅文庫みゆきみゆき町怪我したい彼女です。続きは番組後半でお届けしますので、お楽しみに。お楽しみに、はい、ということで今週も始まりましたね。始まりました。今年ももう、はい、もう年末ですよ。来ましたね、12月。あっという間。もう街中はクリスマスソングに溢れていて。ねねちゃん、あ、ため息。あれどうしたんですか？ねねちゃん、ため息つって。いや、みんな楽しそうでよかったなって思いますね。あ、本当ですか？ああ、もう全然僕のね、家族の鍋パーティーにねねちゃん来てもらってもいいですか？本当に、本当に行きますよ。全然何でもしますね、本当に。よろしく、買い出しとか全然任せてください。買い出しとか。本当に、開けてます、今、クリスマス。あ、本当ですか？開いても、開いても。こたつで、家族と、いいな、家族のぬくもり感じて。ここでね、お願いいたしますよ、本当に。行きたいな、まあ予定のない人は。家にこもっていればいいんです。あ、ね、え、ねねちゃんはだから、はい、今のところはとりあえず今家でこもる予定。何もないので、まあ仕事が入ったらいいなみたいな。なるほど。なかったらこっちで過ごそうかな。いや確かに。じゃあ早急にね、ディレクターさんがね、すぐ仕事をね、仕事を創出していただいて。クリスマス配信とか。ね、そう、クリスマス配信。一人で、ゲポゲポしながらやっていただくと。食べるとかいいですね。まあそれ仕事は作ればいいからね。はい。はい、お願いいたします。ということで、はい。番組の実況や感想は、ハッシュタグトイズハート放送局でぜひつぶやいてください。はい。読んでます。お待ちしてます。完全に読んでます。はい、それでは今日はあなたの欲望にお答えしていきます。トイズハート放送局、今夜もスタート。この番組は大きなお友達のおもちゃブランドトイズハートの提供でお送りします。トイズハート放送局。改めまして、月森ねねです。南川でございます。ということで、はい、もうお便り来ております。ありがとうございます。お名前、はい、初掛けさん。初掛けさん、月森さん、南川さん、おなほー。おなほー。自分は元芸能人という肩書きに弱いです。知っていた人なら最高、知らない人であってもなんかいいです。なんかいいです、いいですね。お二人は弱い売り文句ってありますかと来てます。どうですかね、元芸能人って。それ俺も元芸能人って言われたら、逆にも知ってる人やったら、ああ、あの人ねって思いますけど、知らない人やったらやっぱ結構疑いますよね。あ、本当に、元かいってなってます。どういうこと、どれぐらいやったみたいなことになってくるかもしれませんけど、どうやろう、元何、なんか弱いのありますねねちゃんは。異性にとって、異性でさ、はい、これ元何々と言われたら、あれとかある？何ですかね。元野球部とかどう？野球部そんなに知ってない。そう？俺元ソフトボール部好きよ。あ、女子が。うん、女子が。ソフトボール。なんかすごいギャルでやったら、うん、ギャルであるほど、やっぱソフトボールでめちゃめちゃ汗流したんやと思うと、はい、なんか、あ、結構下半身鍛えてんのかなとか。エロい意味じゃなくて、エロい意味じゃなくて、ギャップがあるんかなとか思ってしまいますけどね。俺元ソフトボールも弱いかも。あ、
きました。え、他の部活はどうですか？バスケとかバレーとか。俺ね、バスケ部やったんですよ。あ、バスケ。そう、はい、俺バスケ部で、はい、で、男子バスケット部、うん、で隣にも女子バスケットあるじゃないですか、はい、ジョバスって基本キーめっちゃ強いんよ。あー、そうなんですか。めっちゃキー強いし、はい、すぐ仲間外れすんなよなんか、なんかその時俺ら学校では多分やけど、はい、そのバスケ部が多分ね、カースト制で言うと上の方で上位してた、まあまあ、それは確かにありますね。そう、うん、で多分ね、男って結構おぼこいからよくわからんんだけど、うん、今思うと多分結構ジョーバスの中での権力争いあったよなみたいな感じがなんとなくわかるんよ。だから俺ちょっとジョバス苦手かも偏見、うん、もう超絶偏見陸上とか好きそうですね。陸上女子みたいな。あ、陸上女子、ね、商品にもありますけど、トイズハートの。あ、陸上女子、はい、確かに陸上女子ね。俺中学の時ね、陸上部がなかったのよ、学校に。珍しいですね。陸上部ってどこの学校にもありそうなイメージが。でもね、陸上部がなくて、はい、だからバスケ、ソフトテニス、ソフトボール、うんうん、この3つくらいなのよ。偏ってますね。偏ってこれしかないの、基本的に、はい、うん、だから柔道とかもなかったしね。うん、柔道とかあったら、あ、よかったよね、元柔道部とか言われて。あ、そうそうそう、いいかもしれない。柔道部ってさ、うん、結構その体ごつい人から小柄な人までいるからさ、うん、様々じゃん、はい、そうですね、いろんな全て様々やって話したんですけど、はい、まあそういうので、まあ、元は何々って言うとやっぱり元ソフトボールが俺は結構褐色のなんかちょっと焼けた感じの健康体みたいな感じがイメージしちゃうけど、どうかな、どうなんでしょうね。なんか元の何々という肩書きに弱いっていうのが私あんまりないなって今そう話聞いてて思ったんで。あ、確かにね、はい、確かにね。元芸能人のこといっぱい聞いちゃいましたけど元芸能人で、最近の元芸能人の、ね、女優さんって本当になんかガチでそうよ、ね、ちゃんとアイドルやってましたとか。そうね、そう ね、でも今はさ、多いですかね、その、はい、ファンの人と結婚するっていうのもあるやん。いや、なんかすごいですね。知ってる、なんか俺なんかツイートで見たのが、自分が昔ファンやったアイドルの子が自分の会社の経理してるとかって、はい、うん、なんか漫画みたいな。そう、なんか結局女の子がセカンドなんていうのキャリアみたいな、アイドルを辞めるときにどうするかいろいろするときに経理をするって言って、はい、自分の会社を手伝ってくれてるって、こんな夢のあることあるかって。確かにせこいよね、はい、あれよくないよねよくないっすよね、あれね。なんかちょっとやっぱエロい気持ちになって、いや、もちろん健康的なことなんかもしれないですけど、なんかエロい気持ちになってしまうっていうのはね、まあ、結婚したら美談だけど、うん、ね、幸せになどう、姉ちゃんとかファンの人に、はい、もうもしなんかもしよ、はい、姉ちゃんがお仕事辞めるときに、はい、なんか困ってるんやったら、はい、もう俺の会社の経理手伝ってくれへんかって言われたらどうする。え、やんないですえ、いや、私多分そんなよくできた人間じゃないのに。あ、そうかそうかそうか、悪口ばっかりやちょっとやめてください語弊がある。あの、私がお酒をね、お酒のお席ですぐに酔っ払うと口が悪くなるって話を打ち合わせの時にしてたここで出されるとは。あ、普段から悪口好きとかじゃないんや。あ、普段無口ですね。無口か、そうか、はい、お酒飲んだらちょっとダメですね。ダメ、まあでも最近そういう席もないんで、はいあ、クリスマス誰かやってます？行きますよそうよね、お前そうよね、クリスマスで飲んでもう悪口言い放題ってことだよね。それを俺はそれをインスタ配信するから。いや、もう年齢も年齢なんで、ちょっと、はい、ちょっと大人の飲み方を。なるほど、はい、まあそんな感じですね。だからあんまりねねちゃん的には元何々には肩書きには当てて、そうですね、うん、で僕は元ソフトボール部です。はい、はい、お待ちしてます。お願いします何を待ってるんだろう。はい、はい、ではここから皆さんの夜のお悩みを解決していくコーナー、ほう、トイズハートクリニックをお届けします。どうぞ。はい、お名前、はい、チンスラさんからいただきました。チンスラ、はい、チンスラって何なのチンスラって、ね、何の略かを今度チンスラッシュかな、パイスラッシュならぬ。だから金玉の金玉の間にふんどしのあれを入れてるよね。金玉スラッシュやろ。金玉スラッシュの略ですかね。あ、そういうことかな、はい、ちありがとう、はい、僕の彼女はどんなものでも流行りに便乗したいタイプで、うん、はいはい、この AV おすすめとか、こんなプレイが流行ってるという話をよくしてもらうのですが、僕は世の中の流行が全く分かりません、うん、流行のツボをつくにはどうしたらいいでしょうか。こんな流行を追い求める必要ないよ、ね、だってさ、その AV に流行なんて全然いらんでしょ。好きなジャンル行くかどうかでしょ。あ、そうですよね、うん、そんな無視したらいいよ。こんなプレイが、でも今流行ってるプレイって何、例えばこの
例は、はい、ってその何があるかな。プレイの流行りってある？プレイの流行りってあるんですかね。こんな AV のジャンルが今結構こう話題になってますよっていうのは分かるやん、うんうん、例えばそのマジックミラー号が出た時とか、画期的だなとか、ね、あるし、まあ、ネトラレとかそういうこともあると思うんやけど、はい、プレイが流行ってるってどういうこと？あ、そうか、だからそれこそ複数プレイが流行ってますっていう時期ってあった？はい、かもうあのイニシエから流行ってんじゃん。複数プレイってもう江戸時代から流行ってんじゃないの？江戸時代から流行ってんじゃないですか？え、家でネットフリックス見るが、うん、セックスのお誘いというブーム。あー、なるほど、ちょっとナンパの方式ね。ナンパの方式か。これフールでも大丈夫ですか？まあフールでもいいけど、でもネットフリックスの方がちょっとおしゃれ感あるやんか。ネットフリックスしか見れないっていうのが多いから。あ、フールはやっぱりちょっとね、いろんなところでも見れるけど、うん、ネットフリックスだけでしか見れないから、俺に来たらあるよって。いや、月額1000円でそんなマウント取る？いや私も入ってますで終わりよね。家で自分で見えます、大丈夫ですみたいなことなんやろう。あるけど、でも確かにそれはわかるな。ネットどう？だから金、まあ、それ結局気になる男の人でしょ、はい、気になる男の人にネットリックス家で、はい、あのやるからこのジャンル見ようよって言われたら行くでしょ。いや、家で一人で見るね。いや、ねんねちゃん、これねんね、気になる、俺とかじゃないですよ、はいはい、ねんちゃんの、 気になってる男性というか、もう好きな男性よ。そういう感情、なん、うん、ちょっとねねちゃんのカウンセリングが必要なんだよ。あれ、相談係になってくる。うん、そうそう、なん、いや、行ったりしたらいいやんか、そんな別に気軽な、別になんか、もし何かあったらパッて帰ればいいんやからさ。いや、でも、うん、やさっき一人が楽しすぎて、あ、気づいちゃったんですよ。何を気づいた？教えて。一人って素晴らしいな。まあ、自由、これするもあれするも自由やもんね。そうなんですよ。でも協調性が多分あんまりない、うん、ないから、家で好きなようなことしたい。はい、好きなことしたいよね。ネットフリックスも好きなもん見たい。好きなもん見たいね。じゃあこのラジオもちょっとストレス。あ、そんなことないですよ。そんなことないですよ。ちゃんと来てますから毎回。あの、来てて OK ってことじゃないの？ラジオ舐めないで。ラジオ舐めないで。来てるから OK でしょ。じゃあないの。はいはい。何でしょう。ねねちゃんのちょっとスタンス気になるな。もう来てるだけでいいでしょっていう気持ちになってない？そんなことないです。そんなことない？はい、仕事やから。はい、ギャラをもらってる仕事やから。はい、ちゃんとして、これいいよね俺も。聞いてる人がさ、いっぱいいててさ、ただただエロを求めるラジオでさ、こんなこと言いたくないよ。お金いただいて お話しさせていただいてるんだから、はい、来てるからいいでしょって言われたら、語弊がありますよ。パーソナリティとしてはショックよ。美川さんに来てあげてるでしょ、喋ってあげてるでしょみたいな。そんな性格悪くない、そんなことない。仕事は仕事ですよ。そうだね、仕事もういいやりゃ、もう線引きせんといてよ。仕事を仕事出して線引きせんといてよ。ここはファンタジーでさ、もっとなんか嘘、もうこんなこと言いたくない。はい、嘘でいい、はい、あの嘘でいいから、うんうん、あのじゃあ行きますねとか行っちゃいますねとかもう、うん、じゃあやろう。何でしたっけ、はい、先ほど、はい、ネットフリックスで、ね、はい、なんかこう、うんうん、いいなって男性がおったらさ、はい、ネットフリックスやるからさ、はい、見に行こうとか行こうとする、うん、行っちゃう行っちゃいます。そこにもうねねちょろいんで、ちょっとやりづらいわ。はい、もうこれは営業妨害です。はい、こんなもラジオ、こんなスタッフから後で悪口ありますよ。どこまでね、疲れるんでしょうね。今の謎のくらいだと。はい、そんな感じで、ね。はい、そんな感じで、そんなチンスラさんにはですね、うん、トイズハートの百戦錬磨推進道ローターを処方しておきます。来た、出たよ。これ、はい、女性なんかな、チンスラさんは。ね、どっち、男子なのかしら。まあまあ、でもいいか。でもいいか。はい、うん、ということで、ついに我々もね、うん、ずっと気になってた推進道ローターです。ついに来たよね。誰でもすぐ活かせるテクニックを手に入れろがコンセプトの百戦錬磨シリーズから人気の推進道ローターをご紹介します。はい、さらっとマットな質感で、はい、当て心地は滑らかな、本体に全10種類のパターンを搭載。うん、吸引しながらスイッチを押すたびに振動が切り替わります。ほうほうほう。やってどうですか。今音ちょっとね、ちょっと音がね、音職人の、これ音職人の、ね、これは今ねねちゃんがやってくれてますけども、はい、ちょっと手に当てて、だからね、結構こう音では分かりづらいかもしれませんけどね、はい、このちょっとこのおちょぼ口のところからこういったらこう吸ってんだね、空気を吸ってて、でこれちょっと離しちゃうと音が結構出るんだけども、こう吸いつかして吸わして、あ、ちょっとね、ちょっと強くなってきます。うん、そうね、すごいでしょ。今なんかご飯が炊ける音じゃないですよ。
ね、ちょっと古い炊飯器のご飯が炊ける音に似てますけど確かに、ね、まあそんな感じでございますっていう感じで、うん、これでもこれはもう女性しか分からんからねはっきり言ってでも本当に、うん、優しい感じの刺激なのでそれをこう振動させることによってもう快感を得ると、はいそうです素晴らしいじゃない、はい、コンパクトなボディで簡単に操作でき、うん、手軽に利用できる百戦錬磨推進動ローターは通販サイト様および全国の販売店様で発売中です。お求めしやすい価格と必要十分な機能が受けて発売以来欠品が続いておりましたが、うん、なかなか来なかったもんね、はい、今回番組用になんとか確保しました、はい、やったありがとうございます、はい、我々も、うんはい、試させていただきました、はい、という感じで皆さんからいただいたお悩みに私たちが親身になって回答していきますのでぜひお気軽に相談してみてください。以上トイズハートクリニックでした。健全な男の子を育成するトイズハート放送局朝まで生討論よ。このコーナーは私月森ねねと南川さんがお題として出された夜のテーマについて生身の体で徹底討論していくコーナーです、うん、本日のテーマはこちら。はいしょ。たくさん人が出てくる AV どうなの論おということで、はい、そうですね、1対1でしっぽりプレイする作品もありますが、はい、ファン感謝祭みたいなやつとか、はいはいはいね、3時間ノンストップとか、うん、たくさんの方が登場する作品もありますよ、うんうんうん、どう思いますか。うん、僕は、はい、あの若い頃は、はい、やっぱりそれこそね興味本位で複数プレイであったりとか、はいうん、それこそなんか例えば5対1とかねとかそういうのとかあともう5対5とかねそれこそファン感謝祭だったらうわーって人いるのをただただ興味本位で見るってことはありますけど、はい、やっぱ年齢とともにこれがいかに非現実的かみたいなことを感じるとなかなかこう入っていけないんですよね。あうん、変わっちゃったんですかね。そうこうか考え方というか好みというかが。そうそうそう。そんなことってまあないし、はい、まあまああったとしても、まあ、なかなか自分には起こり得ないから心が寄ってかないっていうのはあるから俺はあんま見ないね。うん今ももちろんやけど、はい、どうねねちゃん的には。結構好きですね。ああ何がいい。バスツアー。バスツアー、はい、女優さんと男優さんが結構もう、うん、両方ともうじゃうじゃいて、うじゃうじゃいて、はい、バスツアーして、うん、あれさバスツアーしてさ、はい、まずはバスで行くわけやん、はい、でまあ、行く時ももうやんの。あもうバスの中でもあやるんや、はい、ほんでやって、はい、で着くやんホテルに、はい、でもうすぐやんの。そうです、なんかもう温泉でとか、うんうん、そのなんかご飯食べるところでとか、うん、いろいろやって、はい、でそれをやって最終的にはどうなの。やって行って終わりってこと。そうですね、とても楽しい楽しいバスターでしたみたいな。帰りのバスまであんの。帰りのバスはもうないやっぱ最後はなんかもう皆さん、うん、もう男女1対1みたいな感じで全員で、うん、まあってなってでホテルでもう、まあ、そら行ったら終わりよね。そうね、とか ね、でもバスツアーものは結構シリーズになってたりとか今は続いてるのかな分かんないですけど、うん、だからそれやったら俺やっぱり不倫者の不倫者でこう隠れながらホテルに行ってやるっていう方がやっぱこう心は入ってくるかもしれないから。確かに。でも最近私もあんまり見ないかもしれないですね。だから複数だと普通に好んでっていうのはなんかね、はい、俺は当然経験ないんやけど、はい、複数をなんかやったことある人とかって結構近くにいると、うん、あのどんなんなんて普通に聞いたら大体がいやあのねその視覚的には例えば女性1男性2の場合に視覚的に客観的に見たら多分エロいけど、うん、やってる方は結構大変で全然気持ちよくないんだよねっていうことも多いから、そうなると確かに現実問題難しいんかなとか、うんうん、これあさっきこいつ名前言ってたのとかさ、うん、潔癖症やからさあこいつさっきのああこいつ今入れてたなとか、まあね、とかもしかしたらそこで、うん、ああなんか乳首つばくさいこれ俺のつばとか、ね、あいつのつばじゃねえみたいなことになったらとかしたらやっぱ言えないかもしれない、うん、でもそれをちゃんと乗り越えるエロさがある人が性癖好きなんじゃないかな、うんうん、見る分には。見る分には、見る分には、見る分には確かいいかも。まあ、実際本当ないですからね。そうね。そういう機会ってね。そういう機会ない。確かにないよね。はい、ということで、はい、カエルのエレファンテ先生先日来ていただいて、うん、はい、絡みをするのは男優でガチファンが、あ、男優とは別にガチのファンが参加してるって。ああ、なるほど。やっぱあそこの複数系って、あ、そうか、ファン感謝のみたいなの。でもそうファンからしたら最高よね。うん、だから本当に普通に夢ですよね。でも本当に。だってでも俺は異界の方が絶対いいと思うねんな。あらこれは、まあ、ファンは絶対ファンの方で楽しみ、うん、夢だけど行かない方がいい、うん、だって見てる映像が多分マックスやねん、
でそこから 100% 落ちるから、あの行って実際やるって実際やるっていう嬉しさはあるかもしれないけど、絶対他のシーンも見えるわけやから、その言ったら撮影の時にそのどういったね形の話し方とか、うん、テンションとかスタッフさんへの話しかけとか、まあ、リアルな話するけどそこで絶対に落ちるから、上がることは100ない、あ絶対に落ちてくるから、そうなるとファンのままでそこで押さえておいた方がいいのかもしれへん、まあ、でもそう思う方もねもちろん多くいらっしゃるでしょうね、まあ、やっぱたまになんだろう AV メーカーのなんかサイトとか行くと募集してますよね、うん、募集してるね男優さん、あそうかそうかそうか、だからそれで行く、まあ興味多いで行ってみるっていうのはありかもしれないけどね、うん、人生経験としてね、まあ、ね、うん、やっぱエレファントさんそこから人生経験としてね、エレさんエレさんはまだカメラの前で立つという天才、天才ですね、もともとね才能はありましたが、うん、才能しかない男だからすごいよね、うん、はい、なるほど、月森さんはどうなんですか、はい、複数ものであ、言ったらその声優やるときに、まあ、ゲーム演じるときどうしてんのとか、大体なんかそういうさっきみたいなファン感謝祭とか、うん、なんですかバスツアーみたいな、うん、本当に大人数っていうのはあんまり私経験がなくて、あ仕事で、はい、うんうん、で大体私が出てるゲームってなんかこう全員メインヒロインが何人かいて、うんうん、全員こうそれぞれのルートをクリアすると最後になんかハーレムルートに、はいはい、うん、行けるみたいな、うん、あって、まあ、そこでなんかヒロイン何人か対主人公人みたいな、うん、女多めの男1みたいなのは結構やったんですけど、それは撮るときはもう一斉に撮るの一人一人と、いやもう一人一人で他の方の同じシーンの音声とか聞かないので、うん、あ聞かないんだよ、そうなんですよ、あーなるほど、やっぱり台本を読み込んで、あでも逆に、まあ、誰がどこで何してるかなみたいな、映画ない時も結構多いので、そうか、聞かない方がいいよね、はい、だバランス勝手に自分取っちゃうのよくないから、ね、こういう個別な人の声の方がいいよね、うん、なんで難しいですよね、いやちょっと真剣な話しちゃったないい話してましたね、だからまあ人によってはいいっていう、はい、答えとしては、たくさん人に出てくる AV どうなんだろう、まあ、人によってはいい、人によってはいい、私は好きですよ、うん、バスツアーは僕も別に見る分はいいけど、はい、うん、だから年齢とともに変わってくるかなと思います、ねはい、ということでございました、はい、生討論のテーマもお待ちしてますよ、ぜひぜひぜひ、はい、以上朝まで生討論のコーナーでした、ボイズハート放送局、ここでトイズハートからのお知らせです。今回はいつものお知らせと打って変わりましてですね、カスマタレビューが届きましたので、カスマタレビュー、はい、こちらのコーナーでご紹介したいと思います、はいはい、お名前、うん、ヒロッシーさんからいただきました、はい、月森さん南川さんこんばんは、こんばんは、以前の生配信での話題で、うん、待機モードから挿入して楽しめるオナホはないかという話がありましたね、あさらばと、はい、森田さんがおっしゃってたですね、はいはいはい、あります、あるんですよ、それが何、我が愛機トイズハート R20 ならできます、なんだって、コツはその1、うん、接触面の双方にお夏湯を十分にじませておくこと、うん、はい、その2、はい、接触面をピトッと密着させたら、ほう、ゆっくり左右にローリングを加えてなじませること、はい、その3、吸い付くように馴染んだらバキュームを調整して愛機に吸い込ませること、はい、ということで、極意はにじませ、馴染ませ、吸い込ませるです、はい、今回は待機モードの、うちに吸い込ませることがポイントなので、はい、我慢できずに戦闘モードになってしまう場合は、はい、2回戦目に行うなど工夫してください、はい、裏技として玉をねぶったり吸わせたりするのもたまりません、これからも老若男女の、心身を潤わせる番組を楽しみにしています、ありがとうございます、ということで、はい、R20 なら森田さん、うん、出るそうですよ、なるほど、聞いてますか、聞いてるのかな、元気ですか、なるほど、じゃあちょっと持っていこうかな俺もね、はい、森東にね、はい、そうですね、ぜひ持ってってください、うん、皆様も R20 ぜひお試しくださいませ、うん、ということで、こちら R20 は通販サイト様および全国の販売店様で発売中です、以上トイズハートからのお知らせでした、トイズハート放送局、特定完了、天野アンナちゃんは都内の OL で現在26歳、杉並区在住、
この動画が撮影されたのは何年か前みたいですね。ちょっと大人っぽくなった彼女も素敵です。とうとう来てしまった。3本目の動画が投稿されてから約10日、それだけでここまで調べられてしまうことに脅威を覚える。警察へ行こうという提案はアンナに拒否されて、結局何の対策も立てられないままこの日を迎えてしまった。5人が全員揃ったところでハイエースに乗り込み、アンナの部屋へと向かった。ハンドルを握るのは特定人だ。やがて車はアンナの住むマンションの近くへ到着し、目立たぬ場所へ停車した。お届けしてきましたトイズハート放送局エンディングです。番組では皆さんの投稿をお待ちしています。メールは番組ページのホームからお願いします。この番組は月曜日のお昼12時からトイズハートの公式ホームページでもアーカイブ配信されます。アーカイブ版では朗読の続きを聞ける完全版をお届けしています。こちらもぜひお楽しみください。本日お届けした朗読は紅文庫みゆきみゆき著怪我したい彼女でした。ぜひ皆さんもお手に取ってみてください。はい、ということでね、もう今週も終わりに近づいておりますけれども、やはりちょっと今日は、お姉ちゃんの仕事のスタンスが、年末に発覚した。違う違う、これやっぱりちょっと企画か何かを立ち上げてね、やっぱ姉ちゃん的にもやっぱりちょっとこう指導が必要なんじゃないかと私は思いますよ。こんなこと言いたくないけどね。やっぱり来たらいいと思ってるんだから。来てるじゃないですかって逆切れされたんで、逆切れしてないですよ。どうしてそんな話をなんかどんどんなんかよくわからない方向に広げてくる。来年はさ、やっぱもうちょっとなんか目標、二人の目標決めちゃおうよ。あ、そうですね。うん、ねねちゃんがやっぱりさ、俺とかじゃなくて、いろんな人に対してやっぱ壁を作ってる感じする。ねねちゃんが説教されてる。はい。説教されてる時に説教されてるって絶対言ったから、ね。はい。説教されてる時に説教されてるって絶対言ったから。もうなんかこう、また舐め腐ってんな、こいつって思われると思うんですけど、私なんか学校、学生の時とかもなんか先生がみんな怒ってるとなんか笑っちゃう。笑うなよ、なんで笑うのよ。最近はもう大人なんで、あの一応聞いてます。聞いてないやん、全然笑っちゃってるやん、全然聞けてないやん。自分のせいだったらちゃんと真剣に聞きます。あ、今聞かなきゃ、もうダメだ、よく分かんなくなっちゃった。やばい、女の子デイちゃんの話しかしてないから。ちょっと待って、全然自分じゃないみたいな感じするんだよ。まあでも来年こそ何か目標を決めて、思ってるんですね、これは本当に。ちょっとこれは本当に笑けるとか、結果なんかちょっと怒られてるとか言わないようにして、真剣に取り組んで、笑いこらえてよ。真剣に怒ってねえから俺。まあそんな感じで、年末をちょっと走り抜けていきましょう。はい、はい、頑張ります。お願いします、はい、それではまたお会いしましょう。ここまでのお相手は月森ねねと南川でした。バイバイ。この番組は大きなお友達のおもちゃブランドトイズハートの提供でお送りしました。アンナが近づいてきた。人影に気づいてハッと体を固くした彼女の口を塞いで、その体を左右から抱えこちらへ引きずってくる。ハイエースのドアを開き、彼女の体が車内へと押し込まれた。閉められるドア、男たちの歓声が上がる。乱れた髪の隙間からうつろな眼差しがケントを捉え、一瞬だけ見開かれた。しかし何を言うでもなく、その視線は再び下方へと下ろされる。アンナの腕を引きシートへ押し倒すメガネ、顔を背けたアンナの頬を掴んで強引に唇を重ねようとしているのを見たケントの体にカッと熱が灯り、気づいた時には思わず叫んでいた。